消化道弁当は、中に十字型の仕切りがあり、円の高いかぶせ蓋のある弁当箱を用いた弁当。仕切りのそれぞれに刺身、焼き物、煮物、飯などを見栄えよく配置する。森分様式としては、ご飯と数種類のおかずを組み合わせたものであり、幕の内弁当に似ているともいえ、しばしば混同も見られる。消化道の名は、江戸時代初期の岩清水。 ヤワタグの車窓であった昇華道昇城から1639年にちなむものである。昇城は農家が種入れとして使っていた器をヒントにこの形の器を作り絵の具箱やタバコ本として使用していた。その入れ物が昇華道弁当に発展したのはそれから数百年経ってからである頃とされている。騎士いよいよ絵門の大阪邸内の茶室。 松化道で茶事が催されたおり、いよいよエモンが後年日本屈指の名料亭、吉祥の創始者となる、幸き定一に、この器で茶会席の弁当を作るようにと命じたのが、始まりである。その後、毎日新聞が吉祥前菜として取り上げたことで、話題となり、松化道弁当の名が広まった。十字型の仕切りがあることで、見た目が美しいだけでなく、互いに、 味や匂いが映らないと考えたためである。キは、竹から、消化道弁当の依頼を受けると、その都度騎士系の挨拶を怠らなかったという。異説として、消化道症状が、蒸気の十字の仕切りが入った箱に料理を持って、来客をもてなしたとするものもあるが、おそらくこれは、後世の創作、あるいは誤解に基づくものであるとされている。ありがとうございます。